どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇のニーナ哲郎でございます。ニーナナハーに始まりました。吉本新喜劇ニーナちゃんでございます。よろしくお願いします。今日のゲストは前田真美ちゃんでございます。どうもー、まーみ、みーまー前田真美です。お願いします。真美ちゃんでございます。いやー真美ちゃん、はい、今回なんですけれども2人でちょっとチャレンジ企画をしていきたいなと思ってまして、はい、もうねこの見た目でちょっと分かりません。今日この机の感じと、はい、そしてこのなんかあの何あのカーテンの感じとか、そして真美ちゃんもねちょっと清掃していただいてますよ。今日はねやっぱ真美ちゃんも声いいですから、2人でニュース番組っぽくやっていきたいなと思ってます。ニュース、そうですよ、はい、だからまみちゃんもキャスターとなって僕もキャスターとなってね、今日はあのすいませんジャケットだけ着させてください。ニュースキャスターっぽくジャケット着て、それでお送りしたいと思うんですけども、はい、もうねやっぱり吉本新喜劇ニーナチャンネルでございますから、はい、ちょっと新喜劇だけの中心のニュースをお届けしたいなと。しかも、まあ、ニュース番組といえばもう今コロナ、はい、コロナでもうなんかもう暗いようなニュースばっかりですよ。そうですね、だからもう明るいニュースだけを皆さんにお届けしようと、はい、でもマミちゃんも僕も今日ほんまにびっくりしたニュースあってね、新喜劇で。そうです、もうビッグカップルが誕生してそうですね、もうカップルどころかもう入籍しましたからね、結婚しましたから、もうそんなニュースも2人でねあのフリートークを交えながらお届けしたいなと皆さんに、はい、はい、ハッピーに。そうですよ、はい、ハッピーなニュースをお届けしたいなと。あといろいろいろんなニュースもありますので、2人でそんな感じで今日はね、はい、よろしくお願いします。お願いします。では、新喜劇ニュース始まりです。じゃあ一旦でお願いします。どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇ニュースのお時間です。今日も皆様に明るいニュースをお届けします。私キャスター新名哲郎と前田真美がお送りさせていただきます。真美さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速最初のニュースからです。吉本新喜劇62年の歴史で初のファンクラブ、子どもファンクラブが5月5日子どもの日に開設されます。あ、これは素晴らしいですね、はい。対象は小学校1年生から6年生までで、オンラインファンミーティングや公演の先行予約、うん、会員限定のブログの特典がつくそうです。うわーすごいです、豊富ですね、はい、小学校1年生から6年生まで、ぜひこれはファンクラブに入会してください。よろしくお願いします。そしてですね、将来の新喜劇座員、いや新喜劇の座長になってほしい、そう思っております。では続いてのニュースです。吉本新喜劇の新名哲郎さんが吉本祇園花月から難波グランド花月まで約50キロを走破されたそうです。いやーこれ素晴らしいことですね。すごいことですね。いやでもしかしですね、はい、私が入手した情報によりますと、はい、まあ、走ると最初は言っていたそうなんですよ、ええ、まあ 100% 吉本祇園花月から難波グランド花月まで走ったとしましょう。これが 100% ですよね、はい。でも蓋を開けてみれば走ったのは全体でも 5% ぐらいらしいんですよ、5%、あと残りの 95% はもうほとんど歩いてたそうです。なるほど、予想でもなんか10時間で着く予定だったそうなんですけども、はい、15時間かかったそうですね。そんなにかかったんですね、なかなかまあ頑張ったそうなんですけどね、はい、はい、噂によりますと、はい、あの左足を未だに引きずってらっしゃるとお聞きしました。そうですね、はい、ここまで来るのが大変だったと、聞いておりますけれども。さようでございますか。そうなんですよ。ニーナさんの一日も早いご回復をお祈りしております、はい、ね、そうですね、はい、続いてのニュースです。はい、続いては吉本新喜劇の高橋靖子さんが最近猫を飼い始めたそうなんです。それと同時に YouTube チャンネルトト時々私というタイトルで YouTube を開設されたそうなんですね、はい。猫ちゃんの名前はトトという名前だそうです。いやこれは名前の由来はかなり気になりますね。そうですね、はい、こちらの YouTube チャンネルでは、はい、猫の爪研ぎ台をただ組み立てている動画がアップされているようです。これは衝撃ですね、はい、一体どんな動画なんでしょうねこれはね、はい、気になる方はぜひ高橋靖子さんの YouTube に飛んでいってもらいたいもんですね。そして高橋靖子さんぜひ YouTube コラボよろしくお願いいたします。続いてのニュースです。はい、続いては吉本新喜劇の吉田豊さんが3月29日に42歳の誕生日を迎えられたそうです。ちなみに厄年だそうです。吉田さんは毎年夏には短すぎるショートパンツを外出時に履き、
妻の前田真希さんからブーイングが起こっておりましたが、今年はなんとか回避してもらいたいものですね。確かにそうですね、はい、履いてましたね。あちらの短すぎるショートパンツというのは男性的にはいかがでしょうか。絶対なしですね。いや本当に短いんですよ、私がね気づいたんです。吉田豊さん、それは水着じゃないんですかと質問したんですよ、はい、そしたら吉田豊さんがアホなこと言えと、水着なんか履くわけないやろと言って脱いだんですよね、はい、そしたら本当に中にメッシュが入っていて水着だったんですよ。いやこれは奥様同様やめてもらいたいもんですね。吉田豊さん、おめでとうございます。では続いてのニュースです。吉本新喜劇の岡田直子さんが3月30日に4年ぶりに髪の毛を切られました。あ、4年ぶりですか。ためましたねこれは。そうですね、すごいですね4年って、はい、あそして、はい、切った髪の毛はヘアドネーションされたそうで、また4年後まで髪の毛は切られないそうです。また伸ばすんですね4年まで、はい、いやこれ私ね何かで見たんです。ツイッターですかね、ツイッターであの写真を見たんですけども、はい、切る前ですねの写真ですね、はい、もう貞子のようにもうぐわーっと伸びてまして、はい、そして切った後の写真も見たんですよ、はい、切った後の写真がねこれまたねちょっとタイプな髪型でしてね、私のタイプですか、セミロングでしたよね。そうですね、いやあれちょうどいいですよ。あ、ちょうどいい、ちょうどいい長さです、はいはい、ただやっぱ顔が邪魔ですよね。顔がね、顔以外はすご素晴らしかったですよ。素晴らしいです、髪のなんかちょっとここら辺緩い感じもね。そうなんです、巻いてらっしゃいましたね。巻いてますよね、あれはいいんですよ、はい、ただ顔がやっぱりね邪魔でしたよね。いやでもいいですよ、またね4年間伸ばしていただいて、ね、ぜひねまた次に期待したいと思いますけれども、はい、あ、ここで、はい、ここで緊急ニュースが入ってきました。あ、はいはいはい、吉本新喜劇の清水博之さんと森田真理子さんが4月3日入籍したことを発表しました、はいはい、いやこれは驚きですね本当に、はい、大ニュースですね。いやこれは大ニュースですよ皆さん、まさにね、はい、本当に今日の収録が4月3日なんですよね。そうですね、私たちも今日発表があった、まあ、実は聞いたのは昨日ぐらいですね。そうですね、本人たちからの電話ありまして、はい、昨日聞いたんですけども、これびっくりですよ。そうですね、ビッグカップルの誕生で、ね、そういやびっくりしましたね、はい、清水博之君はまさかもう結婚しないもんだと僕は思ってましたので、はい、これ本当にびっくりなニュースでございます。前田真美さんもね、はい、2人と同期入団って。そうなんですよ。いやこれは知ってたんですか。いやもう全く知らなかったんです。全く知らずに噂も聞かず、はいはい、これなかなか珍しいですよ。そうなんです、金の卵2個目という同期 で、 そうです、ね、同期みんな仲がいいので。そうですよね、まさかそこでお付き合いしているとは思いませんでしたね、はい、いやだから先ほどニュースにも名前が出ましたけども、吉田豊さんと、ね、はい、前田真希さん、はい、お二人ご夫婦ですけれども、はい、これなんか薄々感じられてるね、ことは多々あったんですけれども、あ、はい、ね、あ発表された時にあやっぱりかとみんなね、はい、反応があったんですけれどもね、はい、このお二人は皆さん本当に驚きだったと思いますよ。そうですね、全く予期しないお二人がこれ、はい、でもね素晴らしくお似合いですから。そうですね、お似合いですね。なおですね、はい、4月5日に発表され4月3日に入籍されたんですが、あ、はい、4月3日に入籍、はいはいはい、なぜ4月3日かと言いますと、そうですね4月3日気になりますね、はい、清水博之さんと森田真理子さん、はい、お二人入籍された日が4月3日、清水のしみの日に入籍されたということですこれはまさかの数字取りましたねこれはねしみの日が4月3日なんですか、はい、私初めて聞きましたねこれね私も初めてです。私新名哲郎はまあまあまあその新名で2月17日がよく新名の日って呼ばれるんですけども、はい、まあ、これは語呂で合ってるじゃないですか、はい、まあ、清水なので、はい、そのしみだけの4月3日はこれはびっくりですね、はい、はい、まあ、確かに森田真理子もないですからね数字が。そうですね、ね、森田真理子でもないですね。まあ、無理に4月3日に合わせなくてもなんかどちらかの誕生日なのか、はい、まあ、付き合った日なのかっていう、はい、まあ、いい夫婦の日なのかって合わせて行ったりしますけれどもね、まさか市民を取るとはねこれびっくりですね、はい、本当にお二人らしい選択だったと思います。そうですね、はい、二人らしいですねこの選択は、はい、ぜひね末永くお二人お幸せに、はい、では今日の吉本新喜劇ニュースは以上でございます。またお会いしましょう。
はい、というわけで、もういいじゃあエンディングでございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやちょっとね、なんか2人でその原稿もほんまに書いて、はい、ねちょっと改まってこうやって読んでっていう感じだったので、まあ何回かね、テイク2あったりとかありましたけれども、まあ強引にそのまま載せてるね、感じもあったと思いますけれども、ちょっと良かったんじゃないですか。そうですね、はい、なんかニュースっぽくなったし、すごく楽しい。いやマミちゃんの声がやっぱね、これニュースキャスターっぽいので、これは続けていきたいですよ。やったやりましょう、ぜひまた、ぜひ、ま、だから吉本新芸ニュースのもこれ多々ありますから。そうですね、はい、次はね、まあ、今回は結構ハッピーなニュースとか、はい、まあ、ちょっとハッピーやけども、ちょっとこっちがいじったっていうねニュースとかありましたけども、逆にもう今度ほんまにもうむちゃくちゃしょうもないニュースとかでもいいかもしれないですけどね。そうですね、はい、まあ、10円拾ったとかね。しょうもないなしょうもないなって言うと怒られるかもしれんけど、まあ、後輩やからねあれやかもしれんけど、はい、まあ、もう一つね僕の中であったニュースが、はい、石橋宏樹くんがこの度メンズ石橋というね芸名を変えたというね、はい、それもちょっとまあ、しょうもないニュースに入るから、はい、今回まあハッピーじゃないかなというなんか 明るいニュースですけど、はい、ちょっとそういうニュースも集めてまた発表していきたいもんですね。まあ、やりたいです、ね。そうです、そうです。だからちょっと2人でね情報を集めたり、してまた次回やりたいと思いますんで、はい、皆さんねよかったら、今回のこの吉本新喜劇ニュースいかがでしたでしょうか、はい、コメントよかったら残してください。よろしくお願いします。でまみちゃんまた出てくださいね。あ、ぜひお願いします。よろしくお願いします。楽しかったです。今日のゲストは前田まみちゃんでございました。ありがとうございました。皆さんも最後まで見ていただいてありがとうございました。またそれではさよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな鉄道でございました。